はい皆さんこんにちは村長です今日はスタジオワンのちょっとしたチップスほとんど皆さんが使ってないだろうというような小ネタを披露しますスタジオワンで制作をしていくときにちょっとメモをしたいないわゆる自分でメモ帳のように使うような機能ですそれはどのようにすればいいでしょうか簡単なメモを表示するのには トラックの上にありますレンチのマークをクリックして、設定の部分を見ます。そこにトラックノートを表示というのがあります。これをチェックしておきます。すると、左の領域にこういう枠が出てきますので、ここにこのように、 このよようにメモをしし、ておきます。すすただしすごく字が小さいですよね。とっても便利な機能ですけれども、まあ、メモがあるというふうに分かるだけでいいんではないでしょうか。というのもインスペクターの左のところにもこのノートのようなマークがありましてこのように坂本くんが引きました。ここで漢字が間違ってるの分かりますよね。 ここでも編集ができましてこのサイズなら案外僕のようにもう目が悪い人間でもなんとか見れるようなサイズです。でこれはトラックごとにありまして今はもう一つ下のエリアアダプティックキーって書いてあります。 これはここでこのプラグインを入れてあるからです。まあ分かりにくいときは左にこのようにアルペジオと書きます。ここで確定しましたらアルペジオと出てきます。このようにトラックを追加しましたらすぐさま ここに出てきてトラックさんにも例えばストリングスを入れるとこのようにメモができるんですねそしてチャンネルにも入力チャンネル LR まあ僕の場合はかなりたくさんのチャンネルがあるオーディオインターフェースを使ってるんですけれどもそしたらこれはどこから来るのかと。 入力の LR っていうのは今1と2に設定してありますからこうやって1と2というふうに書いておいたりするわけです。するといつでもこのようにメモが見れます。単純なことですけれどもこのようにしてメモが見れますしトラックカラーを明るくとかやってみましょう。 明るい字の時は少し見にくいかも分かりません。濃いめの方が見やすいですね。でも何せわからなくなったら、ここに今ストリングスっていうにも出てますし、上のトラックを押すとアルペジオという風に、冒頭の文章の一部分がここに表示されるようになっているのです。このようにとっても便利なメモ機能が、 ありますプラグインでこういうメモ機能があるにはあるんですけれどもプラグインを一つ一つに刺さないといけないとかまあ、分類分けができないとか英語バージョンで日本語が通らないとかいろいろあるんですけれどもこんなに便利にメモが残せるということです。にもメモの機能はあるんですけれどもこのプロジェクトファイルに対してのメモです。 上のプロジェクトのメニューからノートパッドというのを選ぶとこのようにメモ帳のようなものが出てきます。ここに明日までにやると納期は10月の30日とこういうようなメモを書けるんですけれども 一つ一つのところには付けれないようです。ですからトラックのメモという感じにはどうしても使えないようです。それでも利用方法というのは色々考えられると思います。はい。スタジオ1に戻りました。スタジオ1のこのメモ機能にはトラックでのノート以外にソングノートというのがあります。このソングノートっていうところはキューベースの あのメモ帳と同じように、ここにソングに関わることをいろいろ書いておけます。 このように10月30日フィニッシュ、連絡する、譜面も渡すこと、このようにソングプロジェクトで必要なことを書いとけます。トラックのノートとは別に書けるということです。そして情報としまして、このようにファイルを作った時の情報も見れるようになっています。これがスタジオワンのメモ機能です。ここらのところ、スタジオワンのユーザーさんも、 そしてキューベーーーベスのユーダーさん。他の DAW は僕はあまりわからないですけれどもこういうメモ機能はとっても便利ですので上手に使いこなしてみてください。村長でした。